DME 社長の地域密着ラジオ。この番組は地域や企業の方々と健全なアーティスト育成を中心にイベント運営、楽曲提供などを行っております。株式会社ディストルミュージックエンターテインメントの提供で放送いたします。 FM とつかお聞きの皆さん、おかほはい、ということでね、大丈夫かな、はい、これ大丈夫です。ちょっと間がありましたけど、ちょっと間がありましたけれども、はい、ガホと TME 社長の地域密着ラジオの放送が始まりました。はい、というわけで今日もですね、実は先々月の放送、はい、4月の頭の放送かな、まあ、実は桜プラザで公開収録を行って、はい、放送させていただきました。実は今回もこの桜プラザの前はリハーサル室というところだったんですけど、今日は創作室というところですね、はい、練習室4というところで放送をいたしております。そして今日もたくさんね、そうですね、人が来てくださってますね。この携帯でその収録をするの初めて2回目ですけど、はい、なんかやっぱりまだ慣れないですね。ちょっと緊張するよね。緊張する鏡がなくて、はい、皆さんと目の前でつながっているような感じがね。そうですね、まさにでもライブですよね。ライブだね。ライブ感がありますね。いつもこういう空気で演奏頑張ってるんだもんね。いやでも本当そうかもしれないですね、うん、もう僕すでに心折れそうですはい、というわけで頑張ってください社長やっていきましょう。はい、まあ、簡単ですが自己紹介させてください。DME ディストルミュージックエンターテインメント社長の浅見直樹です。よろしくお願いいたします。はい、はい、戸塚密着型シンガーソングライターのカホです。よろしくお願いします。というわけで今日もこの2人と、はい、この後ね素敵なゲストにも、はいはい、来ていただいて放送したいと思います。でですね、本日放送日が6月5日になります。6月5日ということで、まあ、今日は何の日という内容なんですが、まずね1つ目、環境の日。環境の日、環境の日ですよ。なんでだと思う？なんででしょうね、うん、6月5日なんでですか？特にね何も理由はないんですけど。あ、そうなんですか。なんだ1972年12月の国連総会で制定したそうで、国際デーの中の一つと、まあ、国際デーいろいろありますけどね、その中の一つということで世界環境デーというのが決められているそうです。環境を考える日という感じですか？まあ、基本的にはそういう内容みたいですね。あ、でもいいことですね。うん、やっぱりこう環境を考えるっていうのはね、なかなか普段考えないじゃない、日常で。そうですよね。この森林が伐採されてしまったらとかそういうことってあんま考えないもんね。そうですね、まあ、温暖化とかはやっぱり毎年夏がね、うん、ちょっと暑すぎたりとかすると考えるかもしれないけど、うんうんうん、改めてこう考えるってことはあんまりないので、はいはいはい、これをきっかけにね今日そうですね、うん、ちょっとでも考えていただけたらいいんじゃないかなと、はい、世界環境デーでございます、うん、はい、そしてあと2つあります。1つ目、落語の日というのがあります。これはですね、落語家の春風亭昇長さんという方が制定したそうで、まあ、6と5、6月5日ですよね、6と5の文字合わせ、語呂合わせで落語ということでございます。そしてもう一つ、老後の日。これなんでだと思う？6月5日だからだ。そう、6月5日でまた語呂合わせで老後の日ということで、これはね神戸市の老人福祉施設連盟が制定したそうです。なぜ神戸なのかよくわからないですけど、まあ、多分ね、全国で使われてんじゃないかなと。老後について考えるんですか？まあ、そうじゃないかな。やっぱ老後と落語と環境について考える人いる。すごいですね。結構一日忙しいよね、頭ね。もう我々もね、まあ、まだ20代は20代ですけれども、はい、もうすぐ老後来ちゃいますからきっと。え、はい、あっという間に、はいはい、老後の計画は社長の僕の老後の計画ですか？はい、僕いっぱい生命保険入っていっぱい貯金をしておくっていう。なるほど、はいはい、そのお金を使っていろんな旅行に行きたいっていう。そうですね、はい、50代ぐらいでできたらドロップアウトしたいな。そうですね。カホさん何かあるんですか？私は老後ですか？はい、旅に出たいですね。ああ、いいですね、はいはい、全然広がらないね。ちょっとね、旅にどこに行くの？旅は老後ですよね、うん、でも海外行きたいなと思ってますけどね。結構ね今海外行かれる方すごい多いじゃない。そうですね、老後に、はい、うん、でもやっぱりそれも年になりすぎちゃうと動けないから、うん、やっぱりこう60代の間にこういかに遊んどくかっていうのはね大事なことだと思うんで、我々もやっぱ60代の間に遊ぶために今を一生懸命生きると、うん、そうですね、うん、あとはそのやっぱりこう年を重ねても元気にこう、うん、なんていうの、
こう家にこもらず外に出ていくこう、うん、気持ちを忘れずにいたいなっていう気持ちありますね。せっかくだからね、最後まで楽しく人生過ごしたいですから、はい、と20代が語っております。大変失礼いたしました。というわけでそんな3つの日でございました、はい、ではですね、早速1曲目に行きたいと思いますが、1曲目は私からご紹介させていただきます、松浦彩さんでですね、ラブ涙色。 TME 地域密着ラジオが、ラジオが始まるよ。松浦彩さんでラブ涙色お聞きいただきました。うん、いやね、最近ねハマってるのよ。ハマってますよね、うん、社長の車でその移動するとき、うん、ほぼ松浦とかもう全部松浦ですよ ね、ずっと。3曲をね、3曲だけをずっとサイクルして、うん、でもいい曲なんですよ。曲いいよね、めちゃくちゃ。そう、これ全盛期というか、うん、私たちが、うん、中学ぐらいですか、我々がやっぱ中2中3ぐらいですね。そうですよね、うん、その時結構私もカラオケで歌ってましたよ。そうだよね、だってこの時15、6歳だよ。うん、いやもう信じられないよね。なのにこうやっぱアイドルとして第一線をしかも一人で引っ張っていくっていう。そうですよね、そう、やっぱ普通にチーム内にライバルがいて、うん、それで争うんではなくて、うん、一人でああいう完成形を作っていくっていうのはやっぱすごいことだと思うんですよね。あの時は結構一人のアイドルって多かったですよね。そのちょっと少なくなった時だったね。あ、そうか、最近はまたグループが流行ってきてますけどね。だから逆にあの一人であんだけできるアイドルっていうのはあの子以来いないかもしれないので、ぜひね、カオさんにはそこを目指してもらって。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘です。ここで初めて社長の方針が見えた。実はみたいな、違う違う、裏テーマがみたいな、全然違いますよね、はい、町の戸塚のカオちゃんでございます。よろしくお願いいたします、はい、というわけで、まあ、この話はいいとして、ゲストを早速お呼びしたいと思います、はい、今回もですね、素敵な音楽にまつわるゲストをお呼びいたしております。イベントプロデューサー、そしてディレクターでございます山口太郎さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今日はありがとうございます。いえいえ。何をおっしゃる。よろしくお願いいたします。お願いします。ではですね、まあ、山口さん、早速ですけど、はい、ちょっと一問一答のコーナーでですね、はい、紐解いていきたいと思いますので、はい、怖いな、丸裸にしますか。怖いな。よろしくお願いいたします。稲川淳二みたいになってますよ、はい、怖いな、怖いな。、はい、それでは行ってみたいと思います。ミュージックチェンジ。さあ、軽快な音楽になってまいりました。では山口さんの一問一答いってみます。第1問目、お名前、年齢、出身地を教えてください。はい、山口太郎、45歳、横浜生まれ横浜育ちです。はい、ありがとうございます。続いてご職業を教えてください。はい、ご紹介いただきましたが、イベントプロデューサー、ディレクターをやってます。はい、ありがとうございます。続いて、見た目はどんな感じですか。至って地味だと思います、今は。今は、まあ、ちょっとこれ後で聞いてみましょう ね、 そうですね、今ね、今はっていきますからね。続いて、座右の銘は。え、座右、うんうん、コツコツやるやつはご苦労さん。コツコツやるやつは ご苦労さん、はい。続いて、今の仕事に就いたきっかけは。勢いと流れですね。勢いと流れ、はい、でも大事なことですね。そんなもんですよ、人生って、はい、ありがとうございます。ただいま折り返しました。続いて6問目、強いて言うならば何オタク。結構ね、あるんですよ、電車とかね。お、あ、でも強いて言うならね、はい、猫ですね。猫、はい、出ました。ちょっと後でまたこれも話を聞かせてください、はい、続いて、昔つけられたことのあるあだ名は。もうね、こんな名前なんで、はい、あだ名ってね、ないんですけど、あ、でも今、芸名があります、はい、プリンス貴族と言います。プリンス貴族、はい、大丈夫ですか。まあちょっとこれも後でね、そうですね、話せば長くなる。続いて、尊敬する人は。高田純次さん。おお、出てこいや。ん、あ、違うわ、それ高田信子。違いますよね。全然間違えちゃった、まさかの。続いて、人生の最後に食べたい食べ物は。レバ刺し。おお、いいですね、食べたい、美味しそう。最後に、戸塚にお住まいの方々にメッセージをお願いいたします。はい、音楽の街戸塚、盛り上げていきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。
さあというわけでね、ミュージックに戻りまして、まあいっぱいツッコミどころあるんですけど、そうです、まずはあれじゃないですか、社長の社長のちょっと勘違いのところがありました。高田純次すいません、突っ込んでおかないとね。違います、びっくりしました、間違えちゃいました、大きな違いでした。あっちの方でしたね、はい、あの適当な方でしたね。適当な方ですよ。レディーガガですって言ったところですね。そっちの方ですね。似てる。そっちの方ですね。似てる。ではそれね、高田純次さんを尊敬されてるということなんですけれども、そうですね、やっぱりあの頑張らない姿勢といいますか、はい、でもね、いいですよね、うん、あの頑張ったら疲れちゃいますから、うんうん、みんな気楽にいきましょう、うん、なんか確かにこう見てると高田純次さんって和むじゃないですか、うん、でなんか確かに適当なんだろうけど、うん、でもなんか全然嫌味がなくて、ね、我々も憎めないみたいな、うん、そういうキャラクターってやっぱ素敵ですよね、結果的に周りの人はね幸せにしてるっていうね、うん、そうですよね、二度となれなそう。なんかこう参ったって考えもすごい必要だなと思うので、うんうん、確かにこうちょっと思い詰めてる時とかに、うん、あ別になんかそんな悩むことじゃなかったなって思えそうですよね、うん、確かにそうだね、高田純次さんがそばにいたら、はいまあ、世の中のそこ担当でいきたいかなと、はいはいはい、うん、そういう精神も、ね、役割ありますからね、そうですね、うん、じゃあ山口さん、我々にとっての高田純次になってくれるということで、はい、出てこいや。ごめんなさい。それは謝ります。怒ってないよ。それは謝ります。すいません。で続いてですけど、まあね、あの見た目は普通ですか。地味な感じなんですか。地味な感じですよね。そんなことないですよね。だってひげ生えてるし、髪長いし。私の中では結構イケイケなタイプなんですけど。親。柔らかな親がいましたけど。親。なんかあの、うん、靴も今日履いてらっしゃる靴も赤いですし、うん、そうすごいかっこいいんですよ。カバンもね、赤いカバン仲間だもんね。赤いカバン仲間なんで我々、はい、そうだそうだ、そうよくねカバン間違われるんですよ。どっちも赤いんで、ちょっと今ここにいる方見えるんですけど、赤いんですよ2つとも。よく見るとあんまないんですね、世の中に。いやそうですよね、なかなか。なんでアポリバッグ好きですか。でも赤って決まってる、赤が好きなんですね。そうなんです。でもなんで赤が好きなんですかね、気がついたらもう携帯もだ、赤いものしかないですね。あら、ドットも赤ですね。アイフォンケースって言うんですか、腰につけてらっしゃるやつ、それも赤でしたもんね。そうですね、すごいですね、アイフォンカバーもすごいおしゃれで、ギターも赤だし、ギターもそれ、そんな人が地味ではないよね。いや私全然地味のイメージは全然なかったですね、うん、ちょっと別の質問も聞きたいんですけど、はい、このあだ名のとこでプリンス貴族って言ってたじゃないですか、はい、地味とはかけ離れてますけど、 あだ名ですけど、これどういうことですか。あのむしろそっちの方であのお友達が多いんですけど、はい、まあ、ちょっとあのいわゆるバンド活動というのをやってまして、はい、ね、プリンス貴族っていう名前でやってるんですか、はい、そうですね、そういう手、あ、手って言っちゃいけなかった。あの外人なんですよ。本当は外人なんですよ。プリンス貴族さんっていう外人さんがいるんですね、はい、そうです、はいはい、ライブの度に来日させていただいて、来日、はい、なるほど。バンド名とかは、あ、あのギャラクティック10バンドというバンドの中のプリンス貴族さんということで、はい、そうですね、なるほど、 1メンバーでございます。プリンス貴族さんはお友達なんですか。私あのこの業界ではマネージャーと、今の私はマネージャーでしたけど、はい、まあ、でもあだ名なんですね、はい、なんかいろいろごちゃごちゃになってきましたけど、はい、あんまりここ多分あの分からないと思います、ね、あんまりここ下げないで、はいはい、皆さんデーモン小暮だと思ってくれれば大丈夫です。すごいうなずいてる、皆さんナイス例え、うなずいてる。あの年齢はって聞いたら1億みたいな。あんまり知ってはいけない、知ってはいけない、深く知ってはいけない、掘り下げてはいけないということで、はい、まあ、座右の銘ですけれども、まあ、コツコツということなんですが、コツコツから何でしたっけ。コツコツやるやつはご苦労さん。ご苦労さん、はい、ということで全然コツコツじゃない。ご自身はコツコツではない。コツコツではないと。うん、あ、コツコツ、うん、ようよく、いや、ようよく、ね、やっていけたらいいなと。それもやっぱり高田純次さんの、うんうんうん、なんかちょっと感じますよね。確かに確かに、うん、こうしっかりしっかりっていうよりも、でもやっぱ気楽に、ね、気楽にサクサクってやってこうよみたいな、はい、うん、いいですね、素敵なことだと思います。はい、でまあ、今の仕事に就いたきっかけは、まあ、勢いと流れということ で、 そうですね、イベントプロデューサー、うん、はい、まあ、ディレクターっていうね、はい、まあ、音楽の街戸塚って今、まあ、始まりましたけれども、まあ、そこもね結構イベントの、まあ、実際のプロデュースだったりとかディレクターとかも一緒に考えながらやらせていただいてるんですけれども、はい、でこの仕事にやるんだっていう風になった決め手とかってあるんですか。ないですね、やっぱり流れですね。まあいろいろ仕事やりましたけど、うん、あの販売とかね、セールスとかそういうあの、うん、割と本当は工学系出身なんですけど、はい、あのサービス業をずっとやってきまして、うん、まあ、ちょっとあるきっかけで、うん、あのこの業界に入って、うん、まあ、や
ってみたいろいろね、あのいろいろ遊びましたし、はい、いろんな仕事もしましたけど、はい、まあ、その辺はあの総合的にその力を発揮できるかなと、はい、経験を生かせるっていうので、なるほど、はい、やっぱり一番ハマってますね。ああ、そうなんですね、はい、やっぱいろんな社会経験をした中で自分にハマる仕事を見つけたっていうことなんですね。そうですね、まあ、多分何やってもその時が転職だと思うんでしょうけどね、はい、まあでも今のが一番長く続いてると。そうですね、なるほど、はい、楽しいですね。いや、すごい素晴らしいことだと思います。我々もね、音楽ですから、はい、密接にやっぱり関わる中でございますんで、よろしくお願いいたします、はい。で、まあ、何オタクというところで、はい、猫ね、はい、いや、この人やばいんですよね。え、そうなんですか。やばいっす、ね、家にまず猫が今は今時点9匹ですね。マックス11匹ですけども、レベルをちょっと私の想像を超えてました。もう尋常じゃない猫だっ、ね、もう3匹も9匹も変わんないですよ。それは話がもちろん話がありますよね。話がありしてるんですよね。マンションで、うん、マンションでも全員一緒に仲良く暮らしてます、うん、戸塚にもやっぱり猫の住処と言われるね、駅があるわけじゃないですか。おや、戸塚にもですか。そう、この前、そうなんですよ、この前初めて聞いて、はい、市営地下鉄の、ね、どこでしたっけ、踊り場駅ですね。え、そうなんですね。猫駅みたいな、踊り場の踊り場っていうその名前の由来は、うん、夜な夜なあの昔話で、うん、夜な夜な猫たちが集まって踊ってた場所だと、うん、へえ、面白い話ですよね、これね。あ、知ってらっしゃる方も多い、ね、もうそんなん聞いたら黙ってられないでしょ。その足で地下鉄乗って、はい、たまたま一緒に飯食ってたんですけど、はい、その話の後に俺もう今から踊り場行こうっつって、お疲れ様ですみたいな。ちゃんとポイントしゃべってきて。本当にそれは猫いっぱいいるんですか。ちょいちょいです、ね、そう、いっぱいじゃないところがまたオツなんですよ。ちょっと探しながら、はいはい、すごいな。探さないと見つからないっていうのがまた猫ファンの心をくすぐるみたいな感じなんですよね。全然わかんないですけどね、その気持ちは。ぜひ今度ね、写真でいっぱい上げてください、お家の情報を。ぜひぜひ。モフモフだらけです。いいな。そんなね、猫好きの、プリンス貴族さん、あ、違うわ、山口さんが、はい、今違いました、マネージャーです。マネージャーさん、はい、マネージャー、はい、の、まあ、最後に食べたいものが、うん、レバ刺し。食べたい。みんな大好きレバ刺しですよね。レバ刺し美味しいですね。でもね、今生でいろいろ食えなくなったりで、いろいろ問題なくて、はい、なかなか食えないですけど、はい、それでもやっぱり、はい、まあ自分たちでね、はい、調理行為がなければいいんですよね。いろいろありますから。そうなんですよね。はい、うまいことかわしながら、はいはい、こんなこと公共の電波で言っていいのかわかんないですけど、基本的には食べれませんからね。焼いてくださいね。焼いてください。ピーピーつ。というわけで、まあ、一問一答たくさん聞いていったんですけれども、まあ、音楽の街戸塚のメンバーさんということで、はい、実際はね、まあ、音楽の街戸塚として関わる前に、戸塚とはね、どんな関わりでこう始まったんですかね。はい、まあ、イベントのディレクターもやってますけども、はい、同時にですね、音楽で、人と街をつなげる、市民団体、うん、NPO 法人アークシップというのに、はい、所属してまして、はい、まあ、そちらのつながりで最初ですね、なんだっけ、メガドライブという、はい、商店街イベントですね、はい、横浜市以内のあちこちの商店街の中で、はい、ロックフェスをやってしまおうという無謀な企画がありまして、無謀だと思いつつも、まあ、その全体挑戦の役目をやってましてね、はい、で各地いろいろ挑戦にお伺いしている中で、まあ、その一つの会場として戸塚があったわけですよ、うん、で戸塚来てみて現地の商店街の方とお話しして、うん、た時に、びっくりしまして、うん、もう受け入れ体制が整ってるんですよね。もう土壌が出来上がってて、もう普通街中ですとか駅前で音楽やるなんていうのは相当ハードルが高いんですよ。ですけど来てみたらもう普段からやってらして、まあ、機材ももう持ってたり、そうですよね、でもう地元の挑戦が出来上がってるんですよね。で、まあ、その時もなぜかヘビーメタル大会というね、戸塚会場がなぜか、戸塚が一番本当出るやつだったんですね。もう相当すごい、もうこれ絶対無理だと自分思いながら来ました、うん、そしたらいいよって、ええー、みたいな。なかなかないですよ、ね、それってあれですか、喫茶店 M の D ちゃんですか。そうです、そうです、 そうです。 M の D ちゃん、光輝く、いや、はい、あの方です。M の D ちゃん、はい、もうびっくりしましたね、はい、もうこれはちょっと簡単にできちゃったんですけど、これはちょっとちゃんと向き合わないといけないぞということで、もう自分自らこの担当に変わって、まあ、
携わってるうちにですね、どんどん盛り上がっていまして、うん、で、その中からあの戸塚を音楽の街戸塚という、うん、活動するという話をいただいたときに、うん、まあ、あの目指しているところですね、あの私たちの NPO もですね、うん、アマチュア市民のミュージシャンに活動の発表の場を、うん、提供したいということで動いているので、さら、うん、に音楽の街戸塚 の、 そのストリートライブ、うん、の、目指していることと合致したんですね、はい、でお力になれるかなということで、うん、加わって終わらせていただきました。なるほど、はい、まあ、そんな経緯でね、でも実はね、はい、メガロポリスドライブ、はい、カホもね、そうなんですよ、まあ、戸塚はさすがにねヘビメタ会場だったら出れなかったけど、うん、あの本郷台だね、そうですね、ですよね、はい、すごかったですよね、本郷台の会場で、ね、魚屋さんの裏路地入ってる、そうです、そうです、おー、すごい、ここでやるのか、あそこのとこっていうアコースティック会場みたいな感じで、そうですよね、でも皆さんすごい暖かくて、そうだよね、そうそうそう、その雰囲気がねすごい逆に良かった、うん、すごい楽しかったです、3店舗しかなくてね、肉屋と魚屋と何屋かしかなくて、そうでしたね、確か本当下町みたいなところだったんでね、でもサインばっかも、でもサイン色紙何十枚も、何十枚も嘘だでも書かされてたよね、結構ね、そうですね、何枚も書いて書いて書いてみたいなって、カホちゃん来たるみたいな大騒ぎだったんじゃないですか、もう本当にあの時はそうなんですね、いやいやいや、でもね、戸塚盛り上がってたみたいでいやもうすごかった、戸塚ちょっと怖かったです、そういう祭りでしたからね、まあ、そんなね、つながりのある、まあ、あのね、山口さんでございますけれども、まあ、これから音楽の街戸塚も、まあ、いろいろ展開をしていくということで、はい、まずね、7月、8月と、まあ、いろいろあるんですが、はいはい、まあ、8月に、まあ、実は戸塚ストリートライブ、ボリューム4ということで、そうですね、サマーフェス2015が、はいはい、開催をされます、夏ですね、はい、夏です、で募集がですね、6月1日から始まりましたので、あのもう今絶賛募集中ということで、そうですね、これ聞いてるね、アーティストの皆さんはぜひ、あのこの山口さんにプロデュースされたいという人はね、ぜひ来てもらえたらなと、プロデュースしちゃうよ大丈夫です、あの変な人ではありません最近流行りの逮捕されてる社長みたいな人ではない俺の彼女になればみたいな人ではないので、いましたね、でも前回もすごい応募多かったですよね、うん、多かったですね、うんうんうん、もうなので今回も、はい、まあ、たくさんホームページにあの募集応募載ってますので、ぜひそちらから問い合わせをしてみていただければと思います、はい、お待ちしております。あとあの8月はね、手作りの花本を作るワークショップというのも企画しておりますので、あのお子様から大人の方まで、もう花本ね、あの音楽やってる人だったらよくご存知だと思うんですけど、はい、とっても楽しい楽器なんで、ぜひ参加していただきたいと思います、はい、もうお子さんなんかはね、お子さん用がありますんで、そうですね、はい、ちょうどかわいいね、いいお子さんがあるんですよ、いい、これもうね、夏休みの課題にしちゃえば、はい、あ、確かにさらっともう自由研究終わりみたいな、なかなか楽器作る機会ないですからねそうですよね、まあ、せっかくなので、あのぜひそちらも参加していただきたいんですが、そのね、花本作りの前になんかもう一回チャンスがあるらしいですね。そうですね、7月4日の湯桟箱の日ですね、はい、あのカホちゃんも出ていただきますけども、はいはい、この会場の片隅でですね、あのガシャポンのケースを使ったシェイカーのシャカシャカシャカってやつですね、あれをね、もう簡単に作れるんですよ、あれ作ってもらってみんなでそれを振って楽しもうという企画も考えてます、うんうん、そしたらそのシャカシャカとその次に作る花本で、うん、もうなんかパーカッション、そう、全部できますよね大セッション大会ですよね、ですんで、はい、ぜひね、まずはシャカシャカに参加してもらって、そうですね、はい、実はあの花本の方は申し込みの、ね、あのシャカシャカはすぐ参加できるんですけど、花本の方は申し込みがあってね、締め切りが7月の中旬で決まってますんで、ぜひそちらは早めに、で定員もありますから30名とかですよね、今回 ね、なので応募しなきゃ、応募する、やりたいですよ、花本作りたい、うん、ぜひぜひライブ、じゃあその日はライブだったんですか材料費格安で、そう、格安でねご提供しておりますので、はい、というわけでよろしくお願いいたします、はい、山口さん、なんか最後によかったら戸塚の方にもう一度あの音楽で何をしたいというメッセージをしていただければなと思います。はい、私たちの目指しているまさに音楽、音楽で人と街を、うん、つながっていきたいと思ってますので、皆さんもぜひ、遊びに来てください、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではイベントプロデューサーでディレクターでございます山口太郎さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ということでね、まあ、このまま引き続き山口さんには参加いただきたいんですけれども、はい、ちょっと音楽の方に楽曲を聴いていただこうと思うんですが、山口さんからちょっと推薦を1曲いただきたいんですが、はい、いいんでしょうか。いいですよ、私のやっておりますギャラクティック鍵盤ドというバンドですね、311の時にですね、はい、作った、復興応援歌があるんですけども、うんうんうん、それを聴いていただきたいなと思います。わ、はい、かりました、はい、では9お願いします、はい、ではギャラクティック鍵盤ドで You Never Walk Alone です。
ち上がれ素晴らしい国日本、みんながあなたのことを愛している。鍵バンドで You'll Never Walk Alone お聴きいただきました。いやなかなかね懐かしい雰囲気もありながら、うん、なんかアニソンっぽい要素もあってね。そうですなんかメロディアスな感じが、うん、そうだよねメロディアスだったよね。なんかロックなんだけど、うん、こうトゲトゲしすぎていない感じがすごい、ね、懐かしい、ね、そう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 、うん、なんかハードロックだと ねちょっとこうずっと単調なイメージがあるけど、うん、全然そんなことがなく楽しんで聴かせていただきまして、ね、うん、まだ昭和90年生きてますからなるほどいい時代、はい、というわけでプリンス貴族さんも参加しているというギャラクティック鍵盤さんの You are never walk alone でございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。それではお便りの方に行ってみたいと思います。ではですね最初ケンスケさんからいただいております。はい、はい、メッセージですね。暑い日が続きいかがお過ごしですか。僕はどうにかこうにか過ごしていますよ。さてお題がむずいですよということで、あの妄想ケースのねお題が難しかったかなと思いますが、そうですね、社長泣いちゃうぞと言っております。泣いてください、夏の暑さは容赦なく僕らを責め立てるけど、水分をしっかりとって栄養を取ったらちょっと休憩、そこにはいつも岡本さんの歌が流れているから何の問題もない、うん、
ないですよということで、ありがとうございます、はい、温かいメッセージでございました。けすけさんでございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。続いてラジオネームわたあるさんからいただいております。はい、かほさん、あさみさん、山口さん、おかほー、おかほ先日大きな地震がありましたねと、お二人地震とか周りの方とか大丈夫でしたでしょうかということで、先日ね茨城県として、まあ内陸でしたけれども、ちょっと5弱という強めのね地震が関東でこんだけ強いのね結構久々でしたから、ぷよぷよなりましたね、ぷよぷよ携帯がね、あそうですよ、携帯が一斉に鳴り出すからびっくりしちゃいますよね、あの音ね。私全然気づかなかったんですよね本当に何してたの、あの時ピアノ弾いてました。あ、ピアノ弾いてましたそれに集中してたんだね。いや本当にそう、そうですね。なんかでも揺れてる感じはちょっとした気もするんですけど、結構思いのほか揺れてましたよね。でしたね。でもなんかそれよりも音の方が怖くてね、ちょっとね、あの音、あズッズッっていう音の方がちょっと怖くてちょっとびっくりしてしまいましたが、皆さんも大丈夫でしたでしょうか。というわけでラジオネーム渡辺さんでございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、続いていきます、続いてはですね、ラジオネームパンさんからいただいております、おかばんちゃおかばんちゃって何ですかねおかばんちゃっていう挨拶なんですよね。かわいい、おかばんちゃおかばんちゃお誕生日おめでとうと、ありがとうございます、はい、次にかほちゃんに会えた時は20歳なのね、歳なのねとか、でもどこまで行ってもダブルスコアな年の差かっこ笑い、かほちゃんの人生まだまだ長い、いっぱい悩んで悩んだ答えが何時もポジティブでありますようにということで、温かいメッセージでございますね。というわけで、あの今年で誕生日、はい、5月28日に誕生日だったんですね。そうです、はい、18歳になったの。そうなんです。あ、おめでとうございます。どうもありがとうございます。18歳ですというわけでラジオネームパンさんでした。ありがとうございます。これここだけ聞いた人は私18歳だと思われちゃうんですよね。そうだね、まあいいんじゃない、分かりましたいいのかな、続いて、吉尾玉の歌初級編さんからいただいております。どういうことけん玉の歌ですね。けん玉の歌ですね、はい、カホルン、アザルン、カホファミルン、オカホルーン、オカホルーン、オカホルーン、もう放送の時は過ぎてますが、かほちゃん17歳おめでとう。でもそう、私もさっき思った永遠の17歳って言ってるからちょっとまた17歳になっちゃうんだね。そうなんですよ。なるほど。かほちゃんとの出会いは4回目のおめでとう。初めて会った時はかほちゃんランドセル背負って弾き語りしてたな、かっこ嘘びっくりそうだったっけ、親戚のおじちゃんだね。一月空いたラジオに待ちくたびれて首がかしおがよりも長くなってしまいました。昨日戻りましたここで夏に向けて宣言します。やってくる夏、日焼けやセミとの戦いに忙しいかほちゃん、かほちゃんが笑顔でいるのなら僕はどこまでも一緒に行くと決意しました。僕はかほ親善大使になるということでございます。まあ、親善大使ですね。小野町の、ね、大使みたいなもんだと思うんですけど、はい、というわけでまた温かいメッセージでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて続いてでございます。続いてはですね、あっこちゃんからいただいております。ちょっと長いので割愛しながら、はい、呼ばせていただきます、かほちゃん、あさみ社長、山口さん、おかほー、いつも番組楽しく聞いています。遅ればせながらかほちゃんお誕生日おめでとうございます、ありがとう。かほちゃんに出会えてこうしておめでとうと言えることがとても嬉しいです。先日かほちゃんが2年以上続けられたお仕事を卒業されましたね。多分ラジオだね。そうですね、あの新たなステージに進まれることとても楽しみですが、少し寂しさもあります。かほちゃんになかなか会いに行けない遠くのファンの方にもかほちゃんのトークが聞けるとても貴重なこの番組、春にささやかれた番組終了の噂を乗り越えた勢いでこのままとつかの歌姫かほの番組としてずっと続いてほしいなと思います。いつか全国的に有名なほどのラジオ長寿番組にするのはどうでしょう。 FM とつかさん社長、そしてかほちゃん、よろしくお願いしますということです、はい、ちょっとね結構電撃的にやめるところをやめて本当は本当に終了するつもりだったんですけどね、この番組、あ、この番組、そうですよね、やめて続けることに3月の中旬ぐらいに決めましたそんなこともありましたんで、はいはい、まあ、しっかりとね続けていけたらなと思います、はい、あっちゃんありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いていきたいと思います。続いてはですね、鈴木正幸さんからいただいております、ありがとうございます。ありがとうございます。あさみ社長とかほちゃん、おかほー、おかほー。平塚の鈴木正幸です。収録日の昼間はとても暑い一日になりましたね。確かに収録してるの、本日5月26日なんですけれども、暑かったね今日ね。暑いですね、もう普通にみんな上裸で歩いてたもんね。そう、ところで僕は5月12日から1週間、平塚から高速バスや路線バスを乗り継いで滋賀と広島方面一人旅をしてきましたよということで。そうなんですよ、すごいですね。一人旅してきたんですか。
あら、すごい。滋賀は長浜という場所へ行き、水陸両用バスに乗りました。一般道路などを走るときは普通のバスですが、海や川や湖に入って浮かぶと、車体の後ろについているスクリューが回り、そのまま船として水の上をスイスイ進むことができる大変珍しいバスです。今回は水陸両用バスで琵琶湖に入りましたが、お天気にも恵まれてとても気持ちが良かったです、ということです。素晴らしい、いいですね。なんかいろいろ資料見せてもらったんですけど、はい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 、めちゃくちゃ楽しそうでしたよ。いいですね、水陸両用バスって超楽しそうですね。すごい、そんな時代に乗ってればいいんですもんね。乗ってればもう勝手に湖に突っ込んでくるんですよね。すごいちょっとそれ楽しそうだな、行ってみたい。行ってみたいですよね。まあ、そんなね、素敵な、ちょうどね5月ぐらいはまだ気候もね、ちょうど良くて、ね、一人旅としてはいいんではないでしょうか。鈴木まさゆきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてこちらがお便り最後ではなかった、まだありますよ。わー、たくさんありがとうございます。あと2つあります。はい、続いて岡方応援団戸塚支部のゆきおさんからいただいております。ありがとうございます。あざみさん、明日6月6日は27歳の誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。スムーの日ですね。そうです、ムームーの日です。カフさんは5月28日誕生日でしたね。ハッピーバースデー。ありがとうございます。初バースデーライブもとっても盛り上がりましたね。そうですね、最近は大人な女性の雰囲気を匂わせている時もあるけど、いつもは年齢よりずっと若く見えます。女子大生と間違えちゃう。秘訣は何でしょう。秘訣は何ですか。秘訣ですか。永遠のやっぱ17歳の心を持ち続けることですかね。なるほど、はい。あざみさんは年齢より上に見えるけど、社長の貫禄よしとしましょう。僕はもういい年ですが、カホさんのライブを聞いて若返らせてもらってます。ありがとう、ということでございます。ねえ、カホさんね、やっぱり17歳の心、そうですね、それ大事ですか、何よりも。そうですね、私も本当に17歳の頃に27歳ぐらいに見られてたので、うん、ああ逆にね、だからあんまりそう精神的には変わってないのかな。なるほど。ところがあるので、でもなんかずっと大人っぽい、若い時から大人っぽい人って、うん、結構その年をいっても逆にその年齢で止まるっていうから、うん、そうですね、これからがやっぱり、そういいよって言うよね、本領を発揮しないというかですね、うんうん、私も割とどっちかというと10個上ずつぐらいに見られるケースが多かったので、あ、そうですね、赤尾さんには15個上で初対面の時にね、38ですよねって23の時に言われた。年齢不詳系ですね。年齢不詳系ですね。そうですね。プリンスさんもだいぶ年齢不詳系ですけど ね、 そ う、 ね、うん、そうかな。山口さんもね、うん、というわけで、岡方応援団戸塚支部のゆきおさんでございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いて最後です。ヒロさんからいただいております。ありがとうございます。カホさん、岡方版は、岡方版はありがとうございます。先日はけん玉ご教授ありがとう。けん玉大使じゃなかった、かっこ笑い。けん玉クラブ名誉会長のカホさんに教えてもらったので、ちょっとだけ上達したかもしれないな。カホさんが戸塚を盛り上げようと一生懸命頑張ってくれるのがよくわかるから、これからもカホさんのイベントに参加していくよ。じゃあな、ということで温かいメッセージでございますね。本当ですね、はい、じゃあなで終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでお便りまたたくさんいただきまして、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。この番組へのご意見ご感想ご要望は info@thistleme.com info@distleme.com まで、ファックスは 045-228-8705 045-228-8705 までお待ちいたしております。それでは続いてこのコーナーを行ってきたいと思いますよ。カホちゃんの心に届け、もうせわけはい、ということで、あのね、やっぱ拍手がピタッと収まるよね。いや、素晴らしい。いや、もう皆さんのチームワークを感じますね。素晴らしい。というわけで本日の妄想ケースはですね、お題が、チャルメラのテーマにクスッと笑ってしまう言葉をつけてくださいという、まあ、実は先々月ね、ファミリーマートの、ね、入店を楽しかったな、チャララララランチャララララにつけてもらったんですけど、はい、今回チャルメラで、はい、はい、というわけで、まあ、最初にね、ちょっとチャルメラの音聞いていただきたいと思います、はい、チャルメラの音こちらです。というわけでチャルメラの音を聞いていただきましたけれども、まあ、これに合わせてね、はい、どんな皆さんの、ね、回答が出るのか楽しみにしたいと思います、まあ、今回もカホちゃんにちょっと選定をしてもらって、今回山口さんも一緒に選定をしてもらって、はいはい、優秀作品には、うちの、ね、番組の特製ステッカーをプレゼントいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは早速行ってみたいと思います。まず一つ目、ケンスケさんから。何個来てるんですか今日は。今回はね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10かな。
9か9も結構あるんで、サクサクいきましょうね。かけ行きましょう、うん、サクサクいきましょうね、はい、というわけでいきますよ。まず1個目、ケイスケさんからいただいております。はい、妄想ケース、チャルメラのテーマにクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。カフォさんのグラタン食べたい、ラザニアもいいなというのがまず1つ目ですね。超面白いこれケンスケさんです、いただいております。次、渡るさんからいただいております、はい、妄想ケース、チャルメラの音楽にクスッとしてしまう言葉をつけてください。夜食には赤いキツネ。はい、チャルメラなのにうどんというね、まあ、ツッコミどころなんでしょうけれども、結構つぼ、結構つぼやばいですよね。なんかこのもう企画自体がつぼな、そうだね。続いて、大馬さんからいただいております、はい、チャルメラのテーマにクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。老眼で細かい字が見えねえ。すごいキュッとなりましたね。キュッとね、キュッときてますね。わかるわかる。さあ続いて、あ、続いてきました、ベルさんからいただいて、来ました。ちゃんと収まります、大丈夫ですか。全然収まってないんで。あのやっぱり、じゃあこれでもいきますね。でも収まってると思います。いきます、ベルさんで妄想ケース、チャンネルの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。あったかい、あったかいんだから。100% パクリですよね。パクリですね。でもどうでもいいですけど、ベルさん、応募してくれるのはいいんですけど、住所とか氏名とか一切入れてこないんですよ。だから多分ね、送れないっす。もう楽しいから参加しちゃった感じですかね。参加してるだけという感じですかね。さあ続いて、コジコの鬼嫁さんからいただいております。いきますよ、はい、これどうすればいいんだろう。妄想ケース、チャラメラの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。聞こえても出ればいない。走って帰ってきてよ。というわけでございます。気持ちわかりますよね。なんかなんていうか、なかなか難しい、ちょっと高度かな、難易度が高い。シャルメラの音が聞こえてきて外出てもいないってことですね。そうそうそう、出てももういないっていう、あるある、走って買ってきてよという話でございます、ね、ありがとうございます。これ面白いな。続いて、実はですね、もう一個コジコの鬼嫁さんからもう一個だけ来てまして、もう一回だけ、これもう一個だけいきましょうか、はい、じゃあいきましょう、コジコの鬼嫁さんで、チャラメラの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。前回のカホラジオ、イヤホンが刺さってなく、電車内大音量。これはやばいですね。三部作になってましたけど、まあ、差し忘れて電車内で大音量で聞いてしまったという。でもありますよね。ありますね、そういうのね。私もリハ、自分のリハの録音とかを電車で聞くんですけど、たまに流れてるんじゃないかみたいな不安になることがあって。気づいたら、そう でもないですけど、はいはいはい、不安になるんですよ、ね、なるほど。やってしまいましたね。やってしまいました。続いてパンさんからいただいております。ではいきますよ、チャルメラの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。食べちゃったまた太るよ。ということで、夜食、まあ、夜食でね、ついつい食べてしまって太ってしまうという、まあ、よくありますよね、そういうことね。ある、はい、ということで、これパンさんでございます。はい、続いてですね、吉尾玉の歌初級編さんですね。いきます、チャルメラのテーマにクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。面伸びたよみー猫舌。そういうこと、みー猫舌ってことですね。私は猫舌ってことですね。で、伸びちゃうよってことですね。なるほどなるほど。いや、皆さん本当いろいろ考えてきますね。みーって何かと思ったの。僕も最初みー何かなと思ったんですけど、そういうことでした。みーってことでしたね。なるほどなるほど。続いてうさみんからいただいております。ありがとうございます。うさみん2通ありますんで、サクサクいきますよ。1通目、はい、妄想ケース、チャラメラの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。冷やし中華始めません。やらないのかい。やらない、やらない。超面白いんですけど。続いてもう一つ宇佐美いきます。続けていきます。はい、エソラビト黒ニンニク。どういうこと。もうね、分かる人にしか分からない、この D
ディストルネタですね、割とね、エソラビトのネタでございます。黒ニンニク、黒ニンニクのテーマソングをね書いてるアーティストがおりますんでさあ続いてです、戸塚、岡方園団戸塚支部のゆきおさんからいただいております。はい、さあいきますよ、チャルメラの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。タンタンメン、明日も匂う。ニュータンタンですか。そう、でもニュータンタンそういうことでしょうか。そういうことですね、はい、で匂うということですね。なるほどというわけで以上で、はい、全ての妄想形成が出揃いましたが、いかがですか。ちょっとじゃあ今から審査に入っていいですか。そうですね、多少もう一つだけありました。もう一つだけありました。アッコちゃんから来てました、風呂上がりの一コマということで来てました。チャルメラの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。これアッコちゃん最後です。はい、お父さんパンツ履いていやもうこれちょっと何とも言えないですけどねパンツ履いてお父さん、いやちょっとねこれは履いてほしいですね、ぜひね。はい、というこの10通で来ましたがいかがでしょうか。はい、というわけで審査が終了しました。さあというわけで優勝者を発表してもらいましょう。それではかほちゃんからお願いします。はい、優勝者はこじこの鬼嫁さんに決定いたしました。わー、おめでとうございます。これこじこの鬼嫁さんはあの電車内の大音量の方。そうですね、でもあの出てもいないっていう方もすごいあるあるだなと思ったので、はいはいはい、そう、大音量、なるほどね、ちょっとね、あるある的には面白いですよね。じゃあこれもう一回だけ言っておきたいと思います、はい、では最後に優勝作品でございます。こじこの鬼嫁さんからいただきました。チャルメラの音にクスッと笑ってしまう言葉をつけてください。前回のカホラジオ、イヤホンが刺さってなく、電車内大音量でございました。ありがとうございます。いやー、こじこの鬼嫁さんおめでとうございます。ありがとうございます。冷やし中華もちょっとちょっと面白かったよね。面白かった。ちょっとこれ接戦でしたね、接戦でしたね、最後ね、はい、というわけでこれまた来月もありますんでぜひ参加してください。よろしくお願いいたします。面白い。はい、というわけで妄想ケースでございましたありがとうございました。では最後の曲に行ってみたいと思います。かほちゃん、はいはい、それでは聴いてください。ジェイミーカラムでフォトグラフ。というわけで、はい、ジェイミーカラムさんのフォトグラフ聴いていただいておりますけれども、番組の終わりに近づいてきてまいりました。はい、それでは今日最後にですね、出演者の皆様に感想を聞いてみたいと思います。まずでは山口さん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。面白いですね、この企画ね変な番組ですから、うん、これちょっとファミレスでやろうかな、このファミレスのニューテーマでね、うんうん、やってもらって、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。面白いのが出てきました。ありがとうございました。というわけで、かほちゃん。はい、今日は山口さんとは、結構イベントとかで何回かお会いしてるんですけど、こんな風に掘り下げて、うん、趣味のお話とかすることはなかったので、うん、すごい楽しい時間になりました。あと、妄想ケースもすごい盛り上がったので、うん楽しかったね。たくさん笑いました。はい。はい、楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこれで番組終了になります。この番組は地域や企業の方々と健全なアーティスト育成を中心にイベント内楽曲提供などを行っております、株式会社ディストルミュージックエンターテインメントの方を提供で放送いたしました。それでは皆さん、また来月、はい、7月は3日かな？3日の放送になりますので。